任せな燃えるぜ今の手応え、いい感じだぜこれでまた、兄貴に近づけるよし任務完了早く帰って、葉月の飯食いていなぁ。その程度の腕で俺が倒せるかよもっと強くなってから挑んできやがれたく、諦めの悪い奴だなぁ。やめとけ、やめとけ 俺には勝てないって分かってんだろ燃え尽きたぜ。最高の気分だ図に乗ってんじゃねえ !100 年早えんだよだこんな結果じゃ燃えたりねえ次は絶対に俺が勝つ <laughs> お前みたいな熱い男に勝つと嬉しくて仕方ねえ今の俺なら兄貴にも勝てるんじゃねえか ええー、しまったつい熱くなっちまって手加減すんの忘れてたおい、お前、大丈夫かおい、カラス天狗、悪いことは言わねえ。その面、すぐに手放した方がいいぜ。なんなら俺の炎で焼いてやるからよ。へっ、修行が足りねえんじゃねえかお前より相方の方がいい動きしてたぜ。反省しな お前の動きの綺麗、兄貴と同じくらい凄かったぜ。ま、お前より兄貴の方が断然強いけどな。へぇ、それが歌舞伎ってやつなのかなかなか面白いなぁ。はきのやつ、連れて行ってやったら喜ぶかなぁ。新影流とい,いや、俺でも知ってるぜ。そんなのに勝っちまうなんて、俺、相当強くなったんじゃねえか か火を出す技か生まれてこの方やったことねえななんせ、いつでも燃え上がれるからよ。へえお前、伊賀忍者なんだなだったら、はっとり半蔵って知ってるだろいつか手合わせしてんだ。今度、話しつけといてくれよ。その程度の殺気で、俺の炎を消せるわけねえだろ。思い上がってんじゃねえ。 てめえ、散々俺のことバカにしやがって。そりゃ、念入りに燃やしたくなるよな。安心しやがれ。灰すら残さねえからよああ、くそ目のやり場に困るんだよくそうそういう作戦か、うん、やりにくいったらありやしねえ。時代将軍だとか徳川だとか関係ねえ。あんたみてえな男としあうと、 たぎって仕方ねえんだ忍びと戦うのは初めてかそんな見え見えの甘っちょろい月なんかで俺は止められねえぜこんなこと聞くのもどうかとは思うんだけどよ。お前本当に女なのかこんな重い獲物をブンブン振り回すし、やっぱり実は男なんじゃないかなんだよあのえげつねえ武器は とんでもねえ女だったぜ。って、こうしちゃいられねえ邪気はこっちか行くぜなんもねえところですっ転んだり、妙な妖術を使ったり、お前、本当に占い師なのかなんかうさんくせえよな。そっちでふわふわ浮いてる友達こと燃やされたくなかったら、二度と俺には近づくなよ そんな迷いだらけの立ち筋で向かってくるんじゃねえよこんなんじゃ燃えねえだろうがちゃんとしやがれ男だろ安心しなてめえの何もかもを燃やし尽くして成仏させてやるからよ俺の真似をするならちゃんと燃えろよその程度じゃただの神すら燃やせねえぜふざけたこと言ってんじゃねえ てめえの部下になるってことはな、掟き手を破って里を抜けるのと同じなんだよ今回は多めに見てやるけど、次はねえぞ兄貴に、勝った。うっしゃー見てたか、ハスキ兄貴、さすがに手抜いたなんて言わねえよな。よし、帰ろうぜ、ハスキなあ。